こんばんは、平井博明でございます。ドロー、フェード、皆さんどちら打ってますか？平井博明のワンナップゴルフ。フェードの時は前です、ドローの時は後ろです。その何を後ろか前かっていうことですよね。もちろんワンナップゴルフはクラブのことを言いますので、体の前で作業をこうやってしてる時っていうのはフェードのイメージ、体の後ろから後ろへ行く時っていうのはドローのイメージっていう単純なイメージをしていただきたいんですよ。でもちろん後ろになればなるほど引いてはいけないので、何が後ろに来るかっていうとヘッドが後ろに来ますよね。反対側も一緒、ヘッドが後ろに来ます。でフェードを打つ時っていうのは、まあ縦に振るイメージだったり、カットに多少なりとも振るイメージ、体の回転でがありますので、こう縦に上げて体の前にこうやってきて、体の前にこうやって振ってあげるっていうようなイメージを持って打つと、自分の思い描いている球っていうのは出やすいと思うんですね。なんでフェードを打ちに行った時にクラブが後ろに行ってしまったりすると、本当のスライスになってしまったり、プッシュアウトのスライスになってしまったり、そういった逆球というものが出やすいので、そういうのに注意が必要ですね。逆にこうドローを打ちに行く時に自分よりこう前に、体の前でこうやってクラブを振っちゃうと引っ掛けてしまったり、出球を右に出せなくなっちゃったり、そういう、まあこれも逆球ですよね。そういうのが出やすいので注意が必要となるんですよ。それに似たようなもので、ドローを打つ時にはクラブを多少寝かせる、フェードを打つ時には立たせるっていう、そういうのも入れていただければ余計やりやすいかなと思いますね。あれ、トップ上げる位置違うのじゃあ。うん、違うね。あ、違うんだ。違う。もちろんそれには体の回転量だったり、そういうものも関係してくるんだけど、意識的にも位置的にも多分違うと思う。どんぐらい違うの？これドロー、うん、これフェード。わかんねえな。わかんないぐらいなんだ。実際打って違いを、わかんのかな今この画面がちっちゃいからわかんないだけかな。ドロー打つね、うん、あんないいドロー打てんだな。フェード、あーこの2球強一だから。言われてるからそう見えるけど、言わなかったら分かんのかな。嫌いのイメージだよ、うん、今のね、ドローを打つときはここに上げた、うんうんうん、でフェードを打つときはここに上げた、うん、そんなイメージ。なんか残像が確かにちょっと違う、縦に見える気がする。フェードの方が残像がね。ありがとう。ちょっとね。そんなには変わらない。自分のその相当意識してるけど、うん、これぐらいしか多分変わってないんだよ。そうだよね、うん、でも今のなんか立ち位置変えてないかが絶対わかると思う、うん、映像で見ればぐらい。あ、うん、球は100点と100点だった、うん、そんぐらい良かった。自分でもびっくりしてる。あ、そう、うん、まあ、気温のせいもありますけど、ね、そうだな、暑くなってきた。そうです、そうです、そうです。だからそういうドロー打ちたいんだけどドロー出ないなとか、フェード打ちたいんだけどフェード出ないなっていう時のチェックポイント、果たしてそうやってちゃんとなってるかどうかっていうのをご自身の動画で撮ってみて、ちょっと比べてみてチェックしていただければと思いますね。ボールの位置は一緒なの？ボールの位置は今一緒にした。あ、したんだ。あ、スタンスとボールの位置を一緒にして打った。分かりやすいようにね、クラブの軌道っていうか位置だけで変えるっていう。あれ、ボールの位置ずらしたらもっと楽勝だから。そうだよね。逆に自分がびっくりしない、出るよねってなる。そう、うん、だからそういう上げる位置だったり、これポイント言っていい、うん、フェードの時はここで突き上げるんですよ、こうやって。ドローの時はここで上げるんですよ、こうやって。出た、感覚先生。フェードでここ突き上げるね、うん、こうやって、これドローでここで上げるね。こうやってあげるか、こうやってあげるか。やっぱりね、フェードってね、こうやって打ちたいわけよ。
左リードで、ね、動画でパワーフェードとかやってる。あ、そうなんだ。あれに乗ったようなやつだから、やっぱこうやってあげてそのまんま名残でこうやって打ちたいんだよね。だけど右ってもうバシャーって打ちたいから、もうここであげてこうやってやる、そのまんまなんだ。そう、なんか意識はそこのここか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 で、ここを買おうか、そういう意識で打ってます。へえ。フェード打つ時は左手リードなんだ。左手リードに近いよね。でも左にスパンって塔をバチンってビンタするのは間違いなく右なんだよね。ただ主導権を握ってるのは左。はフェード打つ時はこうやって、大元はこうだけどアクセントは右。へえ、うん、そうやって打ってますフェードは。ドローはもう 10-0 ですよ。そうだよね、うん。もちろんその軌道全体がこうずれても打ちたい球っていうのは出なくなっちゃうんですけど、軌道がうまくなってるのに、インサイドアウトとかアウトサイドになってるのに、その球が出ない時のチェックポイントですね、クラブの角度だったりポイントポイントの角度っていうのがすごい大事なので意識してみてください。はい、では以上、何の動画だっけ。あ、スイング前で振ってますか後ろで振ってますかっていう動画を撮ってきました、はい。やっと思い出しました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。